3人やりたかったんですけど、要するに、ほら、翔也もやっぱり風っていうグループあるし、パンダさんパンダフルハウス。で、僕は一人で惨めでやってるし。で、いろいろスケジュールが折り合わずに、いろいろ今年の初めから考えてたんですけど、来年の5月ぐらいにはできそうな。<笑>